パチャマンカパチャマンカで調理された肉や芋類牛肉パチャマンカで調理された食材でのパーティーの用意、パチャマンカとは南米のペルーとボリビアにおける伝統的な調理法の一つで肉や根菜などの食材を焼け石と共に土中に埋めて蒸し上げるアースオーブンの一種であるパチャマンカの語はペチュア語やアイマラ語で大地を意味するパチャと鍋を意味するマンカに由来する文字通り 大地そのものをお鍋とする調理法で、インカ帝国の時代から食されていた。大量の食材を一度に調理でき、さらに調理に多くの人手を要するため、晴れの日の祝宴としても要される場合が多い。かつては、クイ、アルパカ、ジャガイモ、ユカ、トウモロコシや、魚介類など、南米土着の食素材の実が調理されていたが、コロンブスの新大陸到達以後は、牛肉、豚肉、 鶏肉なども素材に加わり、現在でも広く親しまれている。この調理法は、食材が灰や土で汚れぬよう、あらかじめバナナやヤシなどの葉で包む必要がある。そのため、パチャマンカは、大型の葉をつける植物が生育しない地域では、マイナーな調理法と言える。なお、アンデス山脈の高原地帯にあたる都市、アヤクーチョやウアンカベリカでは、 バ戸で気づいたヘッツインの中で芋を蒸し上げるワテアという調理法が、北方のエクアドルとの国境に近いピューラの町には、コプス、南部の地理には、クラントという石蒸し調理がそれぞれ存在する。まず大きな火を起こし、手頃な大きさの石を十分に焼いて熱する。石は熱に強いものが好まれる。割れやすいものや、養分を含んだものは、パチャマン化用には使えない。 石を焼く一方、地面に広くて浅い穴を掘る。この間に肉を手頃な大きさに刻んで下味をつけ、バナナなど大きな葉で一つ一つ丁寧に包む。熱された石を穴の中に入れる。この焼け石の上に肉や野菜の包みを置き、上からまた焼け石で覆う。さらに全体に土をかぶせ、1、2時間ほど放置する。この待ち時間の間、招待客は、 ビールやちっちゃを飲み、会話に興じる。十分な時間が経過したところで途中から掘り出し、宇宙蓋を添えて味わう。ペリューの国土は、海外から高原地帯、さらに熱帯雨林と、様々な自然環境が存在し、地域別に食素材の差異がある。そのため、パチャマン化のレパートリーも豊富である。焚き火で石を焼いた後、焼け石で食材を覆う。 全体を土で埋めて1から2時間ほど放置して、蒸し上げる。ABC ザパター茶、セルジオ、ニーベルシダットサンマートンデポーレス、エド、DX ヨナーアヨデガストローナミアペルアナトラディシオナル、リマ、ペルー。ISBN 9972から54から 155X。ありがとうございます。